京王五0系電車富士急行線系電車富士急行線系電車は富士急行,士急行が所有する鉄道車両を京王帝と電鉄五0系を譲り受けした車両である本校では同様に京王五0系を譲り受けしたものの内装など一部が異なる富士急行千二百系電車並びに千二百型が学難電車へ譲渡された学難電車急線 軽電車についても記述する。富士急行線形1993年に老朽化した自社の3100型と5700系の置き換え用として登場した。譲り受け時に、京王重機整備において、電動車の二両ユニットか、寒冷地方設備の設置、室内の更新などの整備がなされた。種車は、 基本的に、戦闘電動車である KO5100K の内カルダン、駆動車である、第13編成以降から選定されている。ただし、最後の1編成である1208編成は5 0 0 0系の制御車を伝送している。座席は、KO 時代のロングシートを流用している車両が1 0 0 0系入線時に転換式セミクロスシートに改造された車両が1 2 0 0系である。 1 0 0 0系、1 2 0 0系導入前に主力であった5700型は全車ロングシートであったのに対し、1 0 0 0系、1200型は転換式、セミクロスシートを有する1 2 0 0系の方が多くなっている。1000型が2両編成2本の4両と、1200型が2両、編成7本の14両、合計9本18両が在籍し、当時の主力車でもあった。 経年劣化による6000系営の置き換えのため、2011年3月に2 0 3編成、同年12月に2 0 8編成、2013年1月2 1002編成、同年2月に2 0 7編成、2018年4月に2 0 6編成、2019年2月に2 0 1編成、2020年10月に2 0 2編成の K7 編成が除籍された。FS510 系大車大車は、KO 時代のものは、機関が異なり使用できないため、低都高速度交通営団3000系の、廃車発生品である、住友金属工業製、FS510 型を装着する。主電動機も、同車の発生品である三菱電機製、メガバイト 3054A 型である。 運転台主管制御機やブレーキなどの機器は変わっていない。冷房装置は種車となる KO5000K が搭載していたものをそのまま使用しているため分散式冷房装置を搭載する車両と集中式冷房装置を搭載する車両の2種類がある。一部車両ではパンタグラフがひし型からシングルアーム式に換装された。線型についてはロングシートとなっている。 1200型では、扉間と車端部を、クロスシートとしているが、扉間では固定クロスシート2脚の間に、転換クロスシートを1脚配置しており、転換クロスシートをいずれの方向にしても必ず、向かい合わせになる座席が構成される。ロングシートは、進行方向で、右側が扉間の後ろより、左側が扉間の前よりに配置されている。また、 もは1200型では、連結面によりの一部の座席が跳ね上げ式になっており、この部分は、車椅子スペースにもなる。1200K のうち、1206から1208の、編成は、特急、富士山号専用使用車に改造されたが、富士山特急用の2 0 0 0系の登場後は、各駅停車用に格下げされた。ただし、 格下げ後も特急用予備編成を兼ねているためテレビは撤去されておらず、同形式の検査時には特急運用につくこともある。乗降用扉は半自動操作を可能にするため、各ドアの内側にドア開閉ボタン、外側にドア開閉ボタンが設置されている。なお、乗務員室の車掌スイッチは4両での運行の際、無人駅での運賃収支を考慮し、 中間に組み込まれた乗務員室からでも操作できるように回路が変更されている。塗装は青字に白帯を基調とし、側面下に向かって左側の車両には斜めのストライプ、側面向かって右側の車両には富士山のシルエットを白で描いたものが標準となっている。つまり、同一車両では左右で塗装デザインは異なる。 マッターホルン号2006年9月に1205編成が赤と白を基調としたデザインに塗装変更された。これはスイスのマッターホルンゴッタルド鉄道との姉妹、鉄道提携15周年を記念してマッターホルンゴッタルド鉄道の車両のデザインを模した塗装に変更したものである。他の編成に描かれている。 富士山のシルエットがないなど、多少デザインが変更されている。なお、1205編成が後述する。富士登山電車に改装された後は、1201編成がマッターホルン号となっている。ただし、1205編成とは、幕板の帯や扉の塗り分けなど、車体塗装が若干異なっている。マッターホルン号1205編成1201。 編成にて撮影リバイバルカラー2009年4月には、富士急行開業80周年記念事業の一環として、1200編成が3100型や5700型などに採用されていた、急標準色に変更され、同年4月18日から運行を開始した。さらに、同年6月には1 0 1編成が、富士3六鉄道時代のモーハ500型で採用された、茶色と、 クリーム色の二色塗装に変更され、同年6月18日から運行を開始した。同編成は、2012年10月に、KO5000 系塗装に再変更されている。リバイバルカラー列車第1弾、第2弾富士登山電車運行開始当初の、富士登山電車これまで、マッターホルン号として運転していた1205、編成を改装した、観光列車で、 2009年8月8日の誕生記念運行を経て、翌9日より定期運行を開始した。2両編成で、車両にはそれぞれ赤富士、青富士という名称が付いている。運行開始当初は赤富士が座席定員制の車両、青富士が自由席車両であったが、 2010年3月13日以降は2両とも座席定員制の快速列車として運行されている。外装デザインは各地で鉄道車両のデザインを手掛けている水戸岡栄二が担当し、開業当時の車両に塗られていたサビシュ色をベースカラーとして各種ロゴが入れられている。車内も水戸岡の関わっている。 各種鉄道車両同様、木や布の自然素材をできる限り使用し、ソファや展望席などを配置、ライブラリーやカウンターなどのコーナーを設置するなどして、大幅に改装されている。なお、原則として、毎週木曜日が運休となる。富士登山電車も、8305、青富士、青富士の車内も、 8 2 0 5赤富士、赤富士の車内 k 王5 0 0 0系塗装元車両である、k 王5 0 0 0系電車が2013年で運転開始50周年を迎えることから、2012年に1001編成を当時の塗装に戻している。塗装のほか、タイフォンを変え、車両番号表記は、k 王5 0 0 0系電車の上と前の車両番号である。 元の5863と5113を原寸大で再現している。同年10月28日のイベント開催時に公開され、慶応資料館に保管されているジンバ・タのヘッドマークを装着した臨時列車が大月川口湖間で運転された。なお、同編成は2017年の検査でパンタグラフを筆形から シングルアームパンタグラフに乾燥されたが、KO5000 系塗装そのものは残っている。KO5000 系塗装、上都先の市畑電車2100系の同塗装を呼び、上都前の KO 時代も含む。で、シングルアームパンタグラフを乾燥したのは、これが、初めてとなる。これにより同社のひし形のパンタグラフは消滅した。エヴァンゲリオン進撃場版。 公開記念カラー年1月まで運転ししたた系編成を使用したエヴァンゲリオン新劇場版9カラーの公開記念電車。アニメーション映画、エヴァンゲリオン新劇場版9の公開を記念し、同作品と富士急行とのコラボレーションの一環として1 2 0 0系1 2 0 7編成をラッピング車両としたもので、 富士山川のモハ1207は、エヴァンゲリオン2号機を、大月、川口湖川のモハ1307は、エヴァンゲリオン初号機をテーマとしたカラーとしている。また編成の前後にはその特製ヘッドマークを装着する。2012年11月17日から2013年1月31日までの期間限定で運行し、その後は、廃車となった。 特急表示正面貫通扉倉庫に設置されている行き先表示器は字幕式で各駅停車での運行時は終着駅名のみが表示され慶応時代と同様に五宿体縦書き配列である特急として運行するときは井の頭線で運行されていた3000系の正面行き先表示器字幕に類似した横書きの配列で赤字に白抜きの 特急表示を上部に添えている。しかし、戦術したように1200型での特急運用は、富士山特急が検査などで運休した、際のダイソーのみになったため、実際に掲出される機会が少なくなった。1200K の末尾4位は、意味版のため、当初から欠版である。2020年10月現在、2編成4両が在籍する。 慶応時代の車番、入選時期の出展9000一辺制学難電車、9000系電車は、学難電車が所有する、鉄道車両。富士急行1200系電車を譲り受けした車両である。2両編成1本2両が在籍する。学難電車では7000系、モハ7002が主要機器の不具合により、廃車されることとなり、その代替として2018年に、 親会社である富士急行から譲渡された1 2 0 0系1 2 0 6編成もは1206もは1306をもは9001もは9101に改版し、学南線にて2018年11月17日に営業運転を開始した。譲渡に再始下も吉田駅から陸送により、京王重機に搬入され、譲渡向け工事を実施。 かつて銅線を走っていた5000系と同じオレンジ色をベースに白帯をまとう塗装に変更。合わせて、学難線対応のワンマン型用工事も施行。なお主要機器等は、富士急行在籍時からの変更、改造、交換は施されずに活用。同様に、車内設備についても富士急行在籍時のセミクロスシートのまま、座席のモケットが富士色から、 赤系のものに張り替えられた以外は概ね内装を保持している。塗装以外の外観上の変化としては、側面の行き先表示器は撤去され、社外スピーカーが設置された。終電装置は、富士急時代にシングルアーム式のパンタグラフに乾燥済みで、すなわち譲渡に際して、同社発のシングルアーム式パンタグラフ搭載車となった。 現在学難電車在籍の電車で唯一、動力系のブレーキが作用する電車でもある。2019年10月時点で9001編成の1、編成が在籍している。他社の KO5000 形状と社。ありがとうございます。